どうも、愛知です。効率のいい勉強法を教えてくださいという、まあ、相談質問に今回ね答えていこうと思いますので、よかったらね最後までお付き合いください。では早速ね話していきましょう。で、まあ、話していくと言ったんですが、自分は疑問に思ってることがあって、この質問ねすごいもらうんですけど、効率の良さって何をもって効率がいいって思うのかなっていうのを常々思ってるんですよ。で、まあメールをね、こういただくメールを読んでる限りは、まあちょっと感じるのは、楽をして勉強したいとか、まあ楽をして成績を伸ばしたいっていう方もいらっしゃると思う。まあメールを見てる感じは。で、まあその他だったら、例えば30分勉強するじゃないですか。じゃ30分で5つのことを新しくできるようになったり、覚えたりできるとするとします。ある方がね、30分で5個。これが同じ30分で、じゃあ10個できるようになるとか、10個のことを覚えられるようになるってなったら、これが効率がいいっていうことなのかなっていうのはまあ感じるのね。あ、こういうことなのかなみたいな。つまり、もっともっとたくさんのものを吸収したい。同じ時間で。っていう発想なのかなという気はしてるんですが、これに関しては、きつくないですか？だって人間の能力的なとこでしょ、ここって。もちろん英単語の暗記方法とかいろんなのありますよね。まあ、速読で覚えたりとかさ、こういう風にやったらいいよっていう。まあ、それに関しては、同じ時間で英単語がさ、10個しか覚えられなかったのが15個、20個って増やすことはできると思うんですけど、でもそれってやっぱり練習というか反復だと思うんですよね。自分の中でもやり方を見つけてリズムを作るとか、そういったこと、結局努力をしなければそこにたどり着けないと思ってる。で、じゃあハイチが思う、お前が思う効率がいいって何なんだよって思う方いると思うんですけど、自分はもう一個決まってて、覚える量を増やすってなかなか難しい。だから抜けない努力をしようよっていう。人間は絶対に忘れるんですよ。忘れる生き物だからさ。で、だったら忘れてしまう、覚えたことを忘れる量を極力減らそうよっていう努力をすることが最終的に効率がいいってなるんじゃないのかなってずっと思ってる人なの。だから反復練習とか忘れないようにとか繰り返しとかすごい言うでしょ、俺動画で。それはそういうとこの思いがあるのね。それに時間をかけて、もちろん勉強が好きな方もいらっしゃると思うけど、でもね、いやいややってるというか、やんなきゃいけないから仕方なしにやってるっていう方も多いと思うんですよ。それで他のことやりたいのに時間を取ってさ、勉強したと。で、その勉強したことが頭に残ってない、忘れてしまうってすごいなんかもったいないっていうか、虚しいっていうか、悲しいっていうか、っていう風に思ってるので、じゃあ忘れないようにしよう。で、そこに関してはじゃあどうするって、反復練習の仕方とかいろいろ動画で話してきたんで、短いスパンで何回も何回も繰り返しやるの、時間を空けないでねっていうことをやる。で、その時間はどれぐらい空けないようにしたらいいのかっていうのは、それはね、みんなによるんだよ。あと内容による。そう、だそれはみんながやってこう掴んでいくしかないと思うんですけど、だから俺自身が思う効率の良さっていうのは、吸収量を増やすんじゃなくて、抜ける量、忘れてしまう量を減らすっていうことが効率の良さにつながると思ってます。で、あとはその、まあ、楽をするってさっき話をしちゃいましたけど、その部分に関しては効率の良さっていうね、そのなんだろう、少ない時間でたくさんの量を吸収したいって、もちろん叶えることができるかもしれないけど、そういったところを叶えるためには、とにかくがむしゃらにまず努力しないと絶対たどり着けない。自分の勉強法には、自分の勉強方法を見つけるには、やっぱりがむしゃらに一旦やってみる。楽を身につけるには、苦労しなければ楽は身につかないので、だからひとまずやってみて、どっか違うなって、なんか違うなって、やり方を、自分のやり方をまた見て確認してチェックして、違うところを直していく。あ、ここはこうやったらよかったんだなとか、そうやって修正しながら自分の勉強法を見つけてってもらえたらいいのかなと個人的には思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から、他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。